眠りと、彼のイボ兄弟、シジョン・ウィリアム・ウォーターハウス・モルフェウスとイーリスによる、モルペウスは、ギリシア神話に登場する、夢の神。モルペウスとはギリシャ語のモルフェーから来ており、形作るものという意味を持つ。彼の父・ヒプノスは、眠りの神である。夜の神・ニュクスは、彼の母であり、祖母である。ヒプノスの息子たち、夢の支配者・オネーロスには、ポベートールやパンタソースがいる。 彼らヒュープノスの息子たちは共に夢に関する分野を司どる。オイディウスによれば、モルペウスは人間の夢に、彼の兄弟のポベトールとパンタソスはそれぞれ動物と無生物に働きかけるという。オイディウスの変身物語によれば、彼は薄暗い洞窟の黒炭のベッドに、消しの花に囲まれて眠り、特別な力により、 夢の中で人間の姿を真似ることができるという。また、王や英雄の夢に深く関わりがあり、しばしば兄弟の分までひとまとめにしてギリシアの夢の神モルペウスと言われる。薬物のモルヒネの名前は、その夢を誘発する力からモルペウスにちなんで名付けられた。ありがとうございます。